で、うん、これがトランスモバイディ、うん、トランスモバイディのネクスト206なんで、まあ、2って書いてたら20か、はい、20って書いてるから20インチ、はいはい、で6って書いてるんで6段変速がついてます。わかりやすい、わかりやすいですね、はいはい。でまあスペックをざっくり言っていくと、うん、まあ、まず折りたたみの、電動自転車になってます、はい、うん、まあ、ちっちゃいモーターがついてるのと、うん、あとはちっちゃいバッテリーももともと付属してまして、で折りたたみ機構がここと、はい、ここに簡単にあるという形ですね。でなんでまあお家にあんまり置く場所がないとか車に乗せて持っていきたいとかいう要望がある方からすると、うん、使いやすい自転車。これね使いやすいですよです、ね、これ軽いんですよ。軽いしね、うん、こう簡単に持てます、はい。まあ、だいたい一応カタログスペックで 13.5kg、うん、13言うたら普通のママチャリなんかより随分軽いですよ。それママチャリ電動ですからね、あくまでもママチャリでもだいたい15キロは超えてるものが多いので、それを考えるとそうね、はい、まあ、これがバッテリーなんです、はい、バッテリーが別です。バッテリーがまた軽い。今バッテリーの重さ入れなかったですけど、まあ、バッテリーも持てますね、うん、バッテリーはカバンに入るぐらいですね、うん、とっても小さくて、ここぶら下げとってもいいしね、予備で。でこれここにつくんですよ普段。はいはい、で電動自転車なんで、まあ、どれぐらい走るんかという疑問があると思うんですけれども、うん、はいはい、一応ねバッテリーの大きさというか容量は 24V で 5A なので、うん、最近出てる電動自転車のいいやつは16とかついてるやつがあるんですけど、うんうんうん、あのママチャリでね、はいはい、でそれと比べたらまあ3分の1なので、はい、ざっくり一番弱いアシストのモードで30キロ弱走れるかなっていう感じ、うんうんうん、ただいいこととしてはさっき言ったバッテリーが1個ずつが小さいので、うん、普段あんまり走らない人はもう最初についてるバッテリーで十分やと思いますし、その行き先で結構走る場合、ね、行き先で結構走る場合予備のバッテリーを用意しておいて、うん、1個は自転車にもちろんつけて、はい、あと 1,2 個は自分で運んでっていうのをしてると、はいはいはい、行動距離かなり伸びるので、そうですね、意外とどういう使い方する場合でもバッテリーさえ予備で用意してもらえれば使いやすいと思いますね。これぐらいの大きさで軽いですね、はいはい、重さも測れるんです。測れますか。これもうロックさんの携帯電話ぐらいちゃいますもうちょっと小さいですよこれちょっとね、これでちょっと測ってみますけど、はい、いくらでしょうね。いくらでしょうね。これはもう 600g、 600g です。まあまあ普通に軽いです。そうですね、1キロないぐらいで、うん、まあ、2つ持っても1キロちょっとなんで、はいはいはい、まあ、予備で予算に余裕があれば予備で2つぐらい持っといてもらったら、うん、行き先でも100キロ弱ぐらいは走れるようになるという形ですね、はい、でこれでね、一ついいところが、まあ、ここから充電するんですけど、この反対側モバイルバッテリーになります。あ、そうです。これ自体もモバイルバッテリーになると、まあ、普段ね、あ、モバイルバッテリーなんか別で持ってるわとかね、使うことないわと思うでしょ。つい最近ね、出番ありましたよね、台風で。あ、そうですね、出番ありましたよ、台風で電気、ね、停電になったらこういうのが役立ちます。ならなかったですけどね、うちのところは。なったところもあると思いますね、うん、そうですね、うん、なったところもあると思いますね、はいはい。まあ、これがね、キュッてつくんですよね、カシャッと、はい、そういうことです。はい、なんでまあ結構最初の1個のバッテリーやと街中ちょろちょろ走りぐらいなんですけど、うん、はい、予備のバッテリーを用意してもらったら行き先でも結構、旅先でですね、結構走ってもらえることができますよ。最近もう新車買うときにバッテリーあと1つ2ついう方増えてます。そうですね、はい、実際これ買われる方で、ね、予備のバッテリー買われる方意外と多い、ね、うん、多いですね。これバッテリーいくらやったかな、 3,4 万でした。ちょっと今覚えてないですけど、うん、まあ、ざっくりバッテリーはそれぐらいします、ね、それぐらいはします、はいはい。でまあ、お話したロック速の変速機が、うん、簡単についてまして、はい、あとはブレーキは V ブレーキなので、うん、まあ、制動力は十分確保できるかなと思います、はい、であとは、まあ、それぐらい、あとは充電時間、うん、充電時間はこの1個のバッテリーで、まあ、大体4時間ぐらいあれば充電ができるので、うん、はい、まあ、寝る前に充電しておけば十分充電されるかなというところですね、うんうんうん、っていう感じですね。あとは旅先で1個バッテリー使い切って、うん、宿で置いといて、うん、でもう1個のバッテリーでちょろちょろと周り探索してる間にもう1個の充電も終わってるみたいな感じですね、うん、使い回したりもできると思います。
あとは色は、これ今、ブラックなんですけれども、はい、もう一個シルバーと、あともう一個ホワイトの全3色があって、うん、はいはい、一応定価が13万7500円になってますね。うん、13万7500円ですけど、これ。これね、もうちょっと安すぎてびっくりしてます。11万。そうですね、11万ですよ、はい、もう今11万でこんな折りたたみの電動自転車買えるんですよ、はい、定価が13万7500円が、うん、販売価格が11万円、しかもね送料無料ってなってますよ、はい、送料無料です。これだからよく売れてる。うちね、あの結構ね、何かの拍子に1個の車種がバババって売れることあるんですよ、はい、そうですね、ね、あります、うん、その時ねちょっと怖いんですよ。あれ値段間違ってた。あ、そうそうそう。本当それよくあるんですけど。周りのね。まあ、確かに周りがねちょっと値上げしたんかもしれません。うん。うん、今までずっとこれで売っとって、まあコンスタントに売れとったんですけど、ここは最近ば売れてるんでね、はい。ひょっとしたら予想が値上げしたかもしれません。ちょっとやっぱりこれもどんどん高なってきてるんで。はい。はい、